どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日は前回のターボ編に引き続きまして、新型 NBOX の通常使用者と特別使用者のどちらが買いかということで、 NA エンジンモデルノンターボですねの編をお伝えしたいと思います。でターボモデルは通常仕様と特別仕様の違いはほぼ見てくれだけでございましたけれども、 NA モデルの方はですね、それ以外にも特別仕様者のための追加装備が結構ございますので、こちらの方が特別仕様者を選ぶか選ばないかの判断が結構面白いんじゃないかと思っております。それではよろしければお付き合いください。はい、 NA 編になりますね。左が通常仕様、右が特別仕様の NBOX になっております。でですね、ターボ編同様に、3つほどもう特別仕様を選ばない選べない前提条件がありまして、まず1つ目はノーマルの ノーマルの NBOX が好きな方はもうこれカスタムしかないんで、特別仕様者がなのでノーマルが欲しいという方はですね、もうカスタムは選べない選ばないということになります。それから2番目、ベンチシートタイプしか特別使用者はございませんので、スーパースライドですね、スーパースライドが欲しいという方はもうこれ選択肢から除外されるということになります。あと色ですね、ボディカラーがですね、このようにクリスタルブラックパール、メテオロイドグレーメタリック、プラチナホワイトパールの3色しか、特別使用者はありません。ですのでこのプレミアムベルベットパープルパールとかですね、ミッドナイトブルービームメタリックとか、プレミアムサンライトホワイトパールとか、こういう色がもう絶対欲しいんです。これが第一条件なんだという方は、特別使用者は、選択肢から外れるということになります。だからそれを外した上で、じゃあ、どっちにしようかという時にどう考えるかということについてちょっと見ていきたいと思います。でまずですね、金額なんですけれども、通常使用の金額が1789,700円からになっています。で特別仕様は1929,400円となっています。その差額がですね、139,700円になりますね。でターボの時はこの通常仕様と特別仕様の差がですね、68,200円だったんですよ。なのでちょっと NA の方が割高じゃないのかと思いがちなんですが、ターボで特別仕様になっている部分にプラスアルファとして、まだこの NA モデルは追加装備がありますので、これはまだ分からないというか意味があるんですね。なのでそれはちょっと後ほどご説明させていただきたいと思いますが、まずはですね、見てくれのところはもうターボとほぼ同じなんで、そこから簡単にご紹介していきたいと思います。はい、見てくれですが、もうターボとほぼ同じなんで簡単にいきますね。 NBOX カスタム L、 NA モデルのクリスタルブラックパール色、ボディ色黒でいきますね。エクステリアフロント、ミラーカバーの色、これたまたまちょっとクリスタルブラックパールなんで同じ色ですが、ここ変わってます。それからヘッドライトのところのこのガーニッシュが変わっている。それからグリルのところも黒になっている。それからここもダーククロームメッキになっています。でここですね、ここのフォグライトの周りのガーニッシュも黒くなっています。はい、続いてサイドですが、まずドアハンドルが黒色になっております。シルバーから黒色になっています。それからタイヤのホイール、アルミホイールなんですが、これ14インチですね、 NA の場合は、がやはり、ちょっとこうガンメタっぽい色から黒になっています。はい、最後にリアですが、リアは、まずここのガーニッシュが黒色になっていまして、このリアのライトのところまで、ここのあたりですね、これシルバーなんですが、こっちがここがこう黒が入っておりますね。はい、それから NBOX とカスタムのここですね、エンブレムが黒くなっています。それからここのバンパーの下のところのガーニッシュも、シルバーから黒になっておりますですね。はい、こんな感じです。こちらがですね、カスタム L の特別使用者ですね、 NA モデルの特別使用者のインテリアの絵になるんですけれども、まずターボ同様にですね、ここ助手席インパネガーニッシュ、それからこことここですね、こちら側のドアオーナメントパネル、それからハンドルのところについているここですね、ステアリングロアガーニッシュ、これがターボと同様に、メタルスモーク変更塗装という色になりました。で
NA はターボに比べて元々のその装備からさらに追加されている装備っていうのが何点かまだあるんですよね。それをちょっと今からご紹介させていただきますと、まず一つがですね、ここですね、シフトノブ、これが本革シフトノブに変更されています。ステッチ、グレーステッチの本革シフトノブになっています。もともとはあの本革じゃないんですよね。それからハンドル、ステアリングホイールですね、こちらもですね、本革でステッチが入ったものに変わっています。さらにですね、このドア、運転席側の、後ろのスライドドアが、電動式になって、手動式から電動式に変わっております。でさらにこのシートなんですが、これがアレルクリーンプラスシートに変わっております。ということで、もともとだからそういう装備がなかったんで、追加装備として4種類ついていることになります。はい、ということで NBOX カスタム L、 NA モデルですね、通常仕様と特別仕様車でどっちが買いなんだろうかということのまとめなんですが、まず1つ目、特別仕様車はカスタムベンチシート3色に絞られる、これはまあターボの時と同じです。2番目見てくれの違い、これもほぼターボと同じでございます。で3番目、価格差は139,700円と、特別仕様車の方が高いんですが、これターボだともっと安かったですよね、68,200円ですか。で、ですが NA モデルというのはこの見てくれ、ターボは見てくれだけなんですが、ほぼ以外に4つの追加装備があると先ほど言いました。でそれを踏まえてちょっと計算してみましょう。はい、通常仕様と特別仕様の差額というのは139,700円でしたよね、先ほど。で見てくれの違いというのはもうターボとほぼ同じでございますので、ターボの通常と特別の差 68,200円ですね、これをもう見てくれの分といたします。そうすると139,700円から 68,200円を引いた 71,500円が、今から言う4つの追加装備分に当たるというふうになります。でその4つの装備なんですが、1つ目があのリア右側のドアをパワースライドドアにする場合、これはまあ、あのホンダで、メーカーオプションでできますけど5万5000円かかりますね。それから2番目本革巻きステアリングホイールです。でこれも、ディーラーオプションかな。で一応ね、あの純正の革巻きステアリングに変えられるんですけど、この特別仕様のハンドルってそこまでいいアップじゃないんで、まあ、それの半額ぐらいなので2万5000円ぐらいにしておきましょう。で3番目本革巻きのセレクトノブですね、これも、ディーラーオプションかなんかで選べるやつ、純正のやつがあるんですが、それが8500円ぐらいだったと思うんですけど、まあ、ちょっと安くして8000円ぐらいにしておきましょうと。で4番目アレルクリーンシート、これはね正直いくらつけていいのかわからないです。で、まあ、一応その括弧内の合計をしますとですね、8万8000円プラスアルファですね、工賃とかアレルクリーンシートとかということなんで、まあ、7万1500円払うと、まあ、8万8000円プラスアルファの、まあ、装備がつくというふうに、まあ、私なりの想定ができるということですね。でしかもですね、この1から4番の装備ってあの NBOX にはもう1個あのツートーンでコーディネートスタイルっていう、まあ、高級志向の、グレードがあるじゃないですか。あれにはですね、この 1,2,3 はついてないんですよ。なので、まあ、本当にこれ NA の場合は特別仕様な、本当の特別仕様の特別仕様なんですね。なのでそういう意味で言うと、私的にはこれ NA の特別仕様というのはかなり買いだと思っております。で4番目のリセールバリューに関しては、まあ、前回も言いましたけれども、まあ、特別仕様の方が高いんじゃないかなぐらいの感じだと私は思っております。それから納期についてもですね、やっぱり特別仕様車今半年以上っていう感じですので、まあ、早く欲しい方はやっぱり通常仕様ということになるかなとは思いますけれども、ターボよりも分かりやすくて NA の方がこの特別仕様車を選ぶ理由っていうのは結構大きいんじゃないかなと、まあ、見てくれを好んでカラーもそれだけでよくてベンチシートでカスタムでいいというのであれば、これは結構買いじゃないかなと個人的には思いました。はい、
本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それでは、また。